どうも、コウタくんです。今回はマラソンでベストを出すレース1ヶ月前のコーディネーションという話をしていきたいと思います。はい、ということでですね、今回の話は皆さん大好き、リディアとのランニングトレーニングからですね、レースの、まあ、いよいよ僕の場合はビヨンドっていうのがですね、1ヶ月前ちょうどなったんですけど、それに向けて、まあ、どれぐらい練習すればいいかとか、どういう、まあ、調整練習すればいいか、あと、皆さんが一番気になってる、まあ、30キロ走を何日前までにしていいのかみたいな話も、今回はしていきたいと思います。ということで、まずですね、ちょっとこの流れっていうのがあるので、まあ、リディアードの話をまあ簡単におさらいすると、まあ、しっかりとジョグをして、その後、インターバル系とか、押しながら昼トレーニングとか、なんかそういう坂ダッシュみたいなのを取り入れながら、いよいよ、今回ですね、1ヶ月前、まあ、リディアード的にはできれば3ヶ月前ぐらいから、なんか調整してほしいって言ってるんですけど、っていう流れになります。で、いよいよそのマラソンが近くなった時の話をするんですけど、なので、まあ、この話としては一応大前提として皆さんジョギングができて有酸素運動がある程度高まってる状態を想定しています。で、じゃあこっから何をするかっていうと、リディアード的にはそのランナーさんはみんなジョギングとかはまあ普通にその走るっていうことはすると思うんだけど、レースを走るための練習ができていないというふうに述べているんですね。これ僕も例えば市民ランナーさんと関わること多くて話よく聞くと、まあ、ジョギングっていうのはしてたんだけど、なんかそのレース実際本番出てみたら結構そのマラソンペースがきつかったみたいな、なんかそういう話をよく聞くんですね。まあ、あとは30キロ以降結構失速したりして、なんかマラソンを走るための練習がしていなかったっていうのを話聞くので、まさにその人にはうってつけな話だと思います。ということで、じゃあもう結論ですね。何をすればいいかというと、タイムトライアル、はい、タイムトライアルをしろというふうに言っています。で、まずリディアードは、まあ、できれば水曜日と土曜日に、まあ、とりあえず5キロのトライアルを、しなさいと。まあ、週2回で1ヶ月なので、まあ、理想は8回なんだけど、まあ、できれば週1回ぐらいを4回、っていうのをやるというふうに言っています。で、この中で気をつけてほしいのは、タイムトライアルって、まあ、皆さん聞いたことあるかどうかわかんないんですけど、全力を出すのとはちょっと違うよというふうに言っています。まあ、というのも、その全力っていうのも、例えば最初突っ込みすぎて後半失速するとか、最初まあゆっくりめに入ってラスト1キロも全速力で走るみたいな、まあ、そういうのでタイムを狙うのではなくて、例えば5キロだったら5キロを一定のペースで走れる、いわゆるイーブンペースっていうふうに、走ってくださいというふうに言っています。で、なぜその毎週トライアルをするかっていうと、そのペースを何度も走ってくると、そのペースを効率よく体が走れるようになるよというふうに言っています。これ実はですね、ビヨンドに向けたセミナーでも同じ話をしてたんですけど、そのペースっていうのを何度も走ることで、例えば僕だったら3分20秒が目標のマラソンペースなんですけど、それを何回も走ることで3分20秒の時の余裕度、いわゆるランニングエコノミーが改善されるというふうに言われていました。なので、できれば、まあ、マラソンペースよりも速いペースになってくると思うんですけど、タイムトライアルっていうのを何回もやってくださいというふうに言っています。その時の注意点として、まず大前提一つ目が、8割の力で走ってくださいと。まあ、さっき言ったようにタイムトライアル、最初上げすぎて後半失速とかじゃないように、8割の力で、まあ、ちょっと、まあ、息荒れるんだけど、まあまあ、こなせるなみたいな、力。で、二つ目が、現時点の力からタイムを出す。まあ、さっきマラソンペースって言ったんですけど、例えばじゃあ僕が3分20秒でマラソン今走れるかっていうと多分無理なので、今の状態だったらまあ3分30秒ぐらい、3分30秒ぐらいっていうのが今の力なので、まあ8割の力っていうと、まあ3分35から30ぐらいが僕にとっては、今の実力に合ったペースなのかなと思います。そして3つ目が有酸素運動を忘れないってことで、まあ、さっき言ったようにリディアードはもうとにかくジョグをしろという人なんですね。まあ、よく言うのがなんか1週間に160キロジョグをしろみたいな、なんかそういうリディアードのトレーニング方法があったりするんですけど、まあ、やっぱり有酸素運動とかのロングジョグですね。ロングジョグっていうのは忘れないようにしながら、ただでもそれは距離走ではなくて、あくまでタイムトライアルっていうので、レースに近いレース以上のペースというのを体に覚えさせるみたいに言っています。はい。そしてですね、この、タイムトライアルをして何がいいかっていうと、まあできれば3ヶ月前から始めてほしいって言ったのが、その自分の弱点がタイムトライアルで分かりますよというふうに言っています。で、それを3パターンに、
当てはめてるんですけど、まず一つ目が、例えば5キロのトライアルをしたとして、走り始めはめちゃくちゃ体重いんだけど、後半は割と呼吸が安定してきて余裕ですというタイプの人はインターバルをしてくださいと。はい、こういうタイプの人は心肺機能がですねまだそのペースに追いついていないので、しっかりとインターバル、まあ、400とか1キロとかを何本かするインターバルをして心肺機能をちょっといじめてくださいというふうに言っています。で、2つ目が後半ガス欠するタイプ。はい、これはですね最初結構ペース余裕なんだけど後半持たないみたいな、まあ、僕がこれなんですね。はい、福知山マラソンを走った時に、まあ、最初、まあ、きついとはいえ別にそんなに速くはなかったんですけど、後半も完全にガス欠になったんですけど、こういうタイプの人は、まあ、いわゆるビルドアップ走とか息地走みたいなペース走をしてくださいというふうに言っています。はい、なので、まあ、最初例えばマラソンペースよりちょっと遅いペースで入ったとして、まあ、10キロを後半はペース上げて走るみたいな、だからそういう感じで、走るといいと思います。はい、そして3つ目がペースが安定しない。まあ、なんか結構市民ランナーさんで多いイメージなんですけど、上げて下げて上げて下げてみたいな、そういうタイプの人は、まずトラックでペースを行ってくださいと。このロードじゃなくてトラックでやるのが大事で、まあ、400ごとにペースが分かるのでトラックで走ってくださいと。まあ、もしトラックが走れない場合は1キロの、コースをどこか、ロードで見つけてもらって、それを例えば3本で、レストは10分ぐらい、結構長めにとっていいので、その代わりその1キロをマラソンペースぴったりで走る、なんかそういう風に体にそのペースを覚えさせるように走ってくださいという風に言っています。はい、ということで、タイムトライアルを3つ紹介したんですけど、まあ、とはいえじゃあ具体的にどういう練習をすればいいのか、マラソン練習で5キロのトライアルでいいんですかって、まあ、思った人がいると思うので、こっからですね具体的な話をしていきたいと思います。はい、でまず、例に出ていったのが高岡さん、福岡マラソンで当時2時間6分かなマラソンの日本記録を出した方の、調整練習というのが載ってました。はい、でまあ実業団選手ですねを要約すると、まあ、30から40キロ走を3ヶ月前から5から8回やってますよというふうに言ってます。なので、まあ、2週間に1回ぐらいはやってる計算ですね。で、高岡さんの場合ですと、9月にですね40キロ走を3回入れています。はい、でこのペースっていうのが、まあ、マラソンがその高岡さんの場合3分ペースなので、そこよりかはだいぶ遅いマラソンプラス30秒ぐらいのペースで40キロ走を3回っていうのを、12月の1週目が、ゴールなので、9月なので2ヶ月前、はい、9、10、11、3ヶ月前か、3ヶ月前に40キロ走を3回やって、あ、40キロ走3回やってて、で、10月になって、いよいよその実践練習的な感じで、ハーフマラソンを、まさにマラソンペースより、まあ、ちょっと早いぐらいの、ペースでハーフ走って、30キロ走して、また20キロ走でマラソンペースをして、そして10月23日に40キロ走、最後の40キロ走を3分15秒、まあ、マラソンプラス10秒から15秒ぐらいですね。はい、で40キロ走をやってるということで、結構走ってますね。はい、結構走られてるんですけど、まあ、これ見たら分かるようにその距離走っていうのをどんどんこう短くしていきながらペースを上げていく、まあ、よく言うのが、量を減らして質を上げる、もしくは質をまあ、維持するみたいな、なんかそういう練習がまさに、この高岡さんから見て取れるんですけど、じゃあ市民ランナーも同じように40キロ走ハーフ30キロ走を入れていけばいいのかというと、そうではないとリディアードは言っています。でリディアード的には市民ランナーさんはまず、レースのまあ5週間前から、1時間半から45分をマラソンペースよりちょっと遅め、まあ、マラソンプラス10秒から20秒ぐらいのペースで、3から4回5週間前からやるというふうに言っています。で、その間に、それを毎日やるわけではないので、まあ、週に1回それやりながら週に1回もう1回は30から40分間をマラソンペース以上、まあ、マラソンペースを、ベースとして、まあ、調子が良ければマラソンよりちょっと早いぐらいのペースで30から40分走をやるというふうに言っています。なのでサブ3ランナーさんだったら大体まあ4分20秒ぐらいがマラソンペースだと思うので、1時間半から45分というのは4分半ぐらいのペースで、1時間半なので、まあ、25キロぐらいですかね。ちょっと計算してもらいたいんですけど、25キロぐらいを、まあ、週に1回やりながら、30から40分間走なので、まあ、10キロ走ぐらいですかね。8から10キロ走を、
マラソンペース、まあ、4分20から4分ぐらいでやるというふうに言っています。これをもうレースの1ヶ月前ぐらいから、基本的にやって、なんか特にそのインターバルとかをやるっていうよりもこれがベースで、それやりながら例えばマラソンペースがまだきつく感じるようであれば、普段のジョグにプラス流しを入れるとか、ちょっと坂ダッシュを入れて心肺機能を鍛えるとかっていうふうに、やると言っています。で、これのあの肝なのが、なぜじゃあその1時間半から45分と決めてるかっていうと、例えばじゃあ30キロ走って決めてしまうと、まあ、僕の場合だったら、まあ、分かりやすく言うとその高岡さんで言うと、30キロ走を、マラソンペースでもちょっと遅いペースで、走ったら大体まあ、2時間あれば終わってしまうんですね。まあ、1時間40分ぐらいで終わってしまうんですね。ただ、一般のランナーが、それこそ例えばじゃあサブ4を狙うランナーが30キロ走をしたら3時間とか4時間ぐらいかかってしまうんですね。もうその時点でその4時間とかを目標にしてる人からしたら負荷が高すぎると、とにかく走りすぎてるんだというふうに、リディアードは言っています。で、市民ランナーが結果を出ない一つの要因として、とにかくその不安だから30キロ走とかこう距離で距離走をしがちなんだけど、おそらくほとんどの人がやりすぎなんじゃないかとリーダーと言っていて、特にマラソンの後半ですね、30キロ以降のその体のエネルギーがもうその練習で30キロ走とかやりすぎてなくなった状態で走ってるから、より早くガス欠が来るんじゃないかというふうに言っています。なのでちょっとですね、これを参考にしてもらって、こう時間で自分のペースだったらこれぐらいかなみたいな、で、距離も30キロ走よりもおそらく短くなると思うので、もうマラソン1ヶ月前になったらもう30キロ走は正直いらないんじゃないかというふうに言っています。まあ、ただですね、これあくまでそのジョギングをしっかりと詰めてできた、ランナーさんなので、まあ、怪我せずに今ここまで来れた人は、この練習をしてもらって、例えば、ちょっとあの怪我で出遅れてしまった人とかっていうのは、まあ、1回ぐらいは30キロ走か、まあ、トップランナーだったら40キロ走を1回か、まあ、入れても2回ぐらい入れてもいいと思うんですけど、あくまでやりすぎない、やりすぎないように、なんかレースにスタートラインに立つときはもう9割ぐらいの出来で、走るスタートラインに立つのがいいというふうにも書いてあったので、なんかそんな感じでちょっと参考にしてもらえればと思います。はい、ということでですね、僕はもうビヨンド1ヶ月前なんですけど、実はですね、ちょっと膝が痛くなっちゃってあんまりいい練習が、できてないというか、あのほぼレースのみで出たりしたんですけど、まあそれがある意味僕にとっての40キロ走になったので、まあ、今後ですね、ちょっと、自分のレース1ヶ月前の調整練習とかを上げながら、またこういう論文紹介もしていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ皆さんベスト更新目指して頑張りましょう。それでは次回の動画もお楽しみに。ではまた。